はい、本日はですね、ノースフェイス上半期買ってよかったものベスト5をご紹介していきたいなと思います。今年2021年上半期だけでですね、ざっと数えてみたらですね、俺何点買ってんやろうなと思ってざーっと数えていったらですね、今現時点で24点購入してるということになっておりまして、毎週購入しててもだいたい24週ぐらいか、まあだいたい毎週ぐらい購入してたでいうことで、まあその中でも特にこれがいいんちゃうかっていうのがね、ベスト5、僕の個人的な考えがありますので、まあ、それを皆さんに聞いていただこうじゃないかというのが、まあ今回の動画にはなってます。だからね、もう早速ね、もう本題に行きたいなと思いますので、本日の流れとしてはですね、まず5位から5、4、3、2、1っていう風にご紹介していって、まあそのトップ5っていうかベスト5はね、まあ日常でも結構使ってたりしますし、やっぱり24点もあって全部は使えないんですよ。だからまあ使ってるアイテムには限られてくるんですけど、やっぱ使ってるってことはそんな気に入ってるから使ってるわけじゃないですか。まあちょっと中にはね、このランキングの中では一部使ってないやつもあったりはするんですけども、まあ過去に使ったことがあったりとかするってことで、まあまあちょっとややこしい話になるけども、とにかくね、5、4、3、2、1でお話ししておしまいという感じで、もうシンプルにいきたいなと思いますので、まずね第5位からいきたいなと思うんですが、第5位はちょっと意外なあれなんですよね、なんて言って、第5位こちらです。ズドン、こちらのノースフェイスのテントになってます。まあ、僕ね、正直キャンプ今年からやり始めたっていうことで、まあテント何しようかなと思ったんですけど、やっぱり僕のチャンネル的にテントがなんかスノーピークとかやったらあれってなってくるし、モンベルとかやったらあれってなってくるじゃないですか。別にその悪いブランドとかじゃないんですけど、僕のチャンネルとしてはやっぱり看板、一番でかい看板をどれにするのって言ったらもうノースフェイスしかなかったんですよ。だからノースフェイス買おうと思ってたんですけど、これがね、そんな値段高くないと思うんですよね。おそらくテントってこのままピンキリやと思うんですけど、だいたいアウトドアメーカーのやつでね、ほんまやっぱ5万ぐらいは最低してくるっていう感じだと思うんですけど、その中でこのテントは3万円台で購入できるようなテントで、一応4人用になってるので、僕と嫁2人ぐらいやったらもう楽々入れるようなスペースになってるので、まあいずれ子供ができてね、2人ぐらいできたとしても、まあこれはしばらく使えるんかなとは思います。ただ僕テントとか全く詳しないから何のことかさっぱりわからないんですけど、これがね、耐久性であったりとか使用使い勝手とかみたいなところっていうのはね、もう全く分かってないですよ。とにかくノースフェイスっていうロゴが入ってて、映像的に映えるやろうと思って買っただけやからね、正直機能的にはどうなんか、3万円にしてはちょっと割高なんかもしれんし、いやいやいや、コスパええやないのと思うかもしれないですけど、ただこれめちゃくちゃ売れてるんですよ。だからもしかしたら今も定価で手に入らないかもしれないんですけど、エヴァカーゴっていうのかな、なんか忘れましたけど、そんな感じのね、このテントになってますわ。だからこれはね、良かったなと思います。思ってるテントはもう僕10万ぐらい出さなあかんのかなと思ってたけども、あ、これ結構安いねなということで、毎年ノースフェイスから出てるやつはね、もうちょっと値段もするし、なんか黄色の色なんですよね、結構明るい感じになってるので、ちょっと映えるって考えたらちょっとどうなんかなみたいなことで迷ってた時に、ちょうどこれが発売されたので、2021年モデルですねの、テントが良かったかなということで、こちらが第5位ということになります。では次、第4位というのがですね、こちらのスリッポになってるんですね。見えますかね、スリッポになってます。これ何がええかって言ったらね、やっぱりめちゃくちゃ使ったんですよね。結局なんかどうなんかなとかって思ってね、買ってね、まあ飾ってるだけになるんちゃうかなとかって思ったけども、結構履いてて、ほんまにサンダル以上スニーカー以下だからめちゃくちゃいいんですよね。やっぱサンダルとかやったらね、ちょっとまあ歩いとっても脱げる感じあるじゃないですか。歩いとってパワーってやったら、ああちょっと脱げたわみたいな感じでね、なんか片足だけ後ろに置いてるという、これシンデレラ状態になることってあると思うんですけど、これはね、そんな抜けたりとかすることないから、あ、ほんまスニーカー履いてるぐらいしっかり履いてる感じもあるし、かといって脱ぎ履きはサンダルっぽい感じでできるし、意外と使ってみたら使い勝手はいい。ただこの柄が、まあ、ちょっとファッション的にどうなんとかって言われたりしたら、ありじゃんっていう人もいてれば、いやちょっとこれなしかなっていう人もいてると思うので、まあこれは好き勝手出ると思うんですけど、使い勝手はね、この靴自体の使い勝手は良かったかなと思います。で僕ね、ビルケンのサンダルも履いたりするんですけど、ビルケンのサンダルはね、この足の裏のとこがやっぱレザーやから、靴下にね色移りするんですよ。白の靴下履いてたりしたらちょっと茶色くなってきてね、俺なんか俺うんこでも踏んだかなとかって思ったりして、あ、これビルケンの革やと思って、革が色移りしてる、汗とかかくからね、色移りしとるわと思って、ちょっと残念な記憶があったんですけど、これはね、全くその色移りとかもないから、別に何色の靴下履いても全然問題ないし、まあ良かったかなと思います。まあただこのスニーカーっていうかスリッポに関しては、ほんま何ですかね、消耗品的な感覚、こう長く履くっていうんじゃなくて、ほんま消耗品で1シーズンとか2シーズンぐらいでもう履き替えるような使い方がぴったりかなと思うんですけど、まあいいとことしては手軽にパッて履けて、手軽にパッて脱げるっていうところが良かったりするんかなと思います。まあ車とかはね、ちょっと運転危ないなと思いますけど、アウトドアする時とかやったらね、こうすぐ脱がなあかん時なんかはめちゃくちゃ重宝するやろうなと思います。あんま使ってへんから分からんけど、アウトドアでは。はい、ということで次が第3位に行きたいなと思いますので、次第3位というのがですね、
やっぱりこれですよね。そう、マウンテンライトということになっておりまして、これ一応マウンテンライト今年3着買ったんかな。このブラックのデニムとインディゴのデニムとあとグレーみたいな色をね 3つ買ったんですけど、まあ、これに関してはねもうほぼほぼ着てないんですよ。っていうのもその時期春先とかはちょっと違うジャケットよく着てたんで、これはもうほぼほぼ着てないんですけど、まあ、このジャケットのスペックはまあ間違いないじゃないですか。以前視聴者の方からおすすめのノースフェイスなんですかっていう時に、これが上位2位やったかな、2ランクインしてくるぐらいズバ抜けて人気があったアイテムなんで、まあ、これに関してはねほぼほぼ欠点がない。だから欠点あげるって言われたら何にしようかなって悩むんですよね。ほんまに特にないんちゃいますかね。僕も動画ね3年ぐらいやってて、もうちょいしたら3年なんですよね YouTube が。でそれで視聴者の方にコメントいただいて、マウンテンライトのこれが微妙やねみたいな話って一回も聞いてもないんですよ。だからまあ皆さんもそうやし、僕個人的にもちょっとデメリットが浮かばんぐらい、まあ、これはね完成されたジャケットじゃないかなと思います。まあ、それはねノースフェイス全体で一番いいの何って言われたら、まあ、これではないんですけど、まあ、今年買った中ではね、まだ上半期ですけど、もうまあ間違いないクオリティかなと思いましたんでランクインしておりますと。まあ、これまたあのこのね今年の秋冬もまた出ると思うので、このカラーは出るか知りませんけど、またね新しい色とか出てくると思うので、まあ、気になる方はねそこで見たらいいかなと思いますし、特に秋冬はノースフェイスが得意な色味が出てくるんですよね。春とかはちょっとなんかあれ無理したかなっていうちょっと明るめの色が出てくるんですね。これなんかめちゃくちゃ無理してるやんみたいな、パタゴニア意識してるのかなみたいな明るめの色が出てくるから、僕個人的には春はねあんまりちょっと買うシーズンじゃないなと思って、どっちかというと秋冬の方が得意なくすんだ色味がねいっぱい出てくるんですよ。ベージュとかカーキとか結構出てくるが、もうそこをこうターゲット狙い目にしたら、まあ、お気に入りのねずっと使えるようなマウンテンライト手に入るんちゃうかなと思います。ということで次はね第2位に行きたいなと思います。これ後ろかかってるのは全部じゃないんですけど、ある程度、今年の上半期に買ったものずらっと並んでて、ここにも入らんかったやつもあるんで、もう持ってきてませんけどもお許しくださいということで第2位に行きたいなと思います。これ第2位はね意外やって、あこれこんな良かったんやと思ったのが第2位に入ったんですけど、それがねこちらになっております。ノースフェイススワローテイルフーディーというジャケットになってます。まあ、このジャケットね比較的最近紹介したジャケットで、後々あと1週間後か2週間後ぐらいに比較動画っていうのもまた出すんですけど、その時にはね別にこれめちゃくちゃいいですよとは言わずに客観的に冷静にお伝えしてるんですけど、僕個人的にはこういった薄手のジャケットやったらもう一番いいんちゃうかなってノースフェイスの中ではね思ってますので、このスワローテイルはねいいかなと思います。でしかもね僕の知り合いとかやったらアウトレットで購入したとかも言ってたんで、まあ、色とかさえ選ばへんかったらアウトレットで購入したらそれこそ1万円ちょっととかで購入できたりするので、定価はね確か1万6000円ぐらいなんで、それ考えたら結構安く購入できるし、なおかつクオリティもしっかりしてるし、この春夏とかに着るにはもうピッたりなんですよね。だからこれはちょっと意外でした。もっと微妙なんかなとかって思って、すみません、ちょっと宅配便来てもらったんでちょっとどこまで喋ったか忘れたんですけど、まあ結構ねこれは意外な感じというか、あんまりいい意味であんまり期待してなかったんですけども、あいいじゃないのという感じでね思っておりますという感じですね。一回ちょっと着てみましょうか。これだけまあ黒にネイビーやからほぼほぼ分からへんけどもやな。まあまあええでしょう。はい、ということでね最後第1位に行きたいなと思います。2021年上半期買ってよかったもの、ノースフェイス編では第1位はこちらになっております。バーサタイルショーツ、やっぱりこれなんですよね。これ良かったですね。去年とかもまあまあいいなと思って1万6000円以下かで買えるアイテムの中でこれ神アイテムですよっていうのを去年動画も作ったことあるんですけど、その時はねそんなに正直まあいいねんけども、めちゃくちゃいいかって言われたらそんな思ってなかったんですよ。ただ今年めちゃくちゃいいですね。なんでかわからへんけどめちゃくちゃ履きたくなるし、もう毎日ルーティーンで履いてるんですよ。これ例えば今日履くじゃないですか。ほんで洗濯機掘り込むでしょ。で次の日これ履くんですよね。これデニムバージョンなんですけど、これあってるかこっちか、デニムバージョンなんですけどこれ履くでしょ。でその次の日はまたこれ履くでしょ。でその次の日デニムバージョン履くでしょ。もうずっとこれの繰り返しだから、あまりにも何がいいんかって言われたら正直わからないですよ。何がいいって言うとあんまわからへんけど、何がいいかわからへんけども、こればっかり履くから、おかげさまでパタゴニアのバギーズショーツがもう全く履いてないんですよね。せっかく今年はちょっと柄物も挑戦してみようかななんて思ってたりしたけども、これちょっと全く履かへんぐらいこっちのバーサタイルショーツ良かったなと思って1位にさせてもらいました。これはね確かねナイロンか何回からね洗濯してもね、もうガンガン洗濯してもいいしね、すぐに乾くんですよ。それでもってねこうやってめちゃくちゃちっちゃくなるからね、まあ、旅行の時とか、まあ今はね旅行とか行かれへんけども、旅行とか行くんやったらこれぐらいのサイズでもパンツが1個になるし、すぐ洗濯でも乾くし、まあいいとこばっかりなんですけど、普通にこれノースフェイスだけじゃなくて上半期で買ってよかったものでも僕これランクインしたぐらいこれは良かったですね。もう今もしかしたらないかもしれんけども。そしてあまりにも僕がいいいいって言うからですね、僕これのネイビー持ってたんですね。M サイズのネイビー持ってて、これが XL、 こっちが
L サイズで、もう一個ネイビーが M サイズってあったんですけど、そのいいって言うから嫁が履きたいって言って、嫁が今ね M サイズのネイビーを履いております。まあ、軽くていいねって言って結局は嫁のものになってるんですけど、まあそれぐらい夫婦ともども気に入って履いておりますというのがこちらのねバーサタイルショーズになっております。はい、ということでノースフェイスの上半期編ということなんですが、上半期はまだいいんですよ。っていうのもほぼほぼダウンとか冬物も終わりだして、春物が来て夏物やから、まあまだねお財布的にもちょっと優しいところはあるけども、次秋冬なんですね。秋冬になってもとんでもない額が毎回1着何万5万6万7万でも毎週かかってくるからね、ちょっとそこに向けてねほんまにヒーヒー言いながらでも頑張っていかなあかんなと思ってるんですけど、まあ今持ってるアイテムとかでもね全部ひっくるめてランキング出すとちょっとランキングは変わってくるんですけど、まあ上半期で買った感じって言ったら、まあこれがねいいランキングやったんちゃうかなというふうに思います。ということで本日はですね、ノースフェイス2021年上半期買ってよかったものベスト5をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。